一晩で4000万円使う女性が実在する。彼に対するこれが愛情です。あんま言ってなかったけど、あのね、正直10億言いたいなと思ってて、私もともとジャニオタだったんですよ。ジャニオタとか YouTuber とかのオタクだったんで、もうなんか三つ子の方が当たり前みたいな世界線だったんで。当たり前じゃない女性たちの記録がここにある。今宵年間売上ナンバーワンが決まるローランド賞のクライマックスだ。最高最高。ここは立ち上げてまだ4年ばかりのホストクラブ。客が客を呼ぶ。祭りはまさにインフレ状態だ。現段階で年間売上どのくらいなんですか。はい、もういや今が、まあ、7000後半。7000後半。あでも今月で1000もういってて、おそらく客地8900、800ぐらい。パチモノのローランドと呼ばれた色物ですら。えでも2000万とかですかね。2000万もあるんですね。売り上げ多分。あーなるほど。じゃあ2000ないぐらいかな多分。成金風の衣装で差別化し、ローランドの完コピから卒業。一方、王道の2枚看板。今回の見どころに関しては、まあ、そのユウさんと椿さんですよね。まあ、その年間のナンバーワンがもうどっちを取るかっていうところで、王者たちが通路を挟み対峙する。ホストなんてみんな客のことが嫌いっすよ。そんな金使ってなんぼっすよ。稼ぎに来てますから歌舞伎町に。オラオラの彼は椿。ホストとしては遅咲きの32歳。対する有志だが、2022年の11月までは一度ホストを引退、再びホスト復帰し急成長を見せる。あーもう一杯。正直一昨日の時点までであれば鈴鹿椿さんが、まあ、正直言うと400万リードでした。一昨日昨日で有志があのタワーイベントをして、そこで今だいたい4000万差有志リードになってるんですよ。今もう有志さんが逆転で、まあ、9回表ですよね今。1年間の消耗戦、今気を許すわけにはいかない。1年間お疲れ。まだ終わってんねんで。こっからだな。来たな。どちらかが勝てばどちらかが負ける。決戦の舞台はザ・シック。ローランドグループ2店舗60名のキャストたちをあえてここに集めた。お客さんのショールドクルもなかったりとかあるじゃないですか。なんでこういうことするんですか。人って目に見たものしか信じられないじゃないですか。だから売りかけしないでこれだけの数字を作れるっていうのを実際に売ってるやつを目の前で見せることでもう言い訳できなくなるんですよ。俺らって、まあ、部活と一緒で全国大会した年の子たちが卒業しちゃうじゃないですか。だから次1年と2年が活躍して3年生になってまた強い台を作って、その子たちがまた卒業してっていう入れ替わりが早いんで、だから流行らねえホストクラブとか、あの衰退するホストクラブってその時その状態が一生続くと思っちゃうわけですよ。だから来年は今見てる子たちが多分見せる側に回って、でみんなが卒業してっていう繰り返しをしないと、俺らって普通の企業じゃないから入れ替わり激しいんで。そんな中、熱き戦いを見守るためにあの男も駆けつける。昨年1億6000万円を売り上げ、見事年間ナンバーワンになった旬だ。おめでとうございます。皆様、抜いたんで。やられた。帰ってきました。
代です。あの松橋とか去年から一緒に戦ったんで、また来年1年走りきてるから見ておいてってずっと言われてたんで、まあ、その集大成をちゃんと見届けないといけないなみたいな、そういう義務もあるんで。今やナンバー争いからは降り、OB ずらしている彼に社長が無茶振り。ただいまより、ザ・ローランドグループ代表しまして、旬アドバイザーがマイクオールを取り行わせていただきます。みんなグループで盛り上げなきゃいけない。それでは旬アドバイザーよろしくお願いします。ロイヤルブルーティーデラックス1本、ロイヤルブルーティーデラックス1本、ロジャープラチナ、ロジャープラチナ1本で、それロジャーブラック1本、総額150万は、融資漆黒の皇帝のニュースだから総額150万は150万。お待ちいきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。もういいやダメだ。勝負の鍵を握るのは高級ボトル。とうとう一人のお客が1000万円を超えた。こうして年に一度の祭りはまるでオークションのようにバブル化していく。そしてついに、しかしどうしても理解ができない。何のために大金を使うのか。見返りはいらないと言い切ったのは椿のお客さん。一方、年間売上3億円こちらの太客に対しセルティアは、来年はあんま言ってなかったけど、なんで正直10億言いたいなと思ってて。そう、そうそうそう、よかったら応援してほしいなと思ってる。難しいかな。まあ自分が決めたことだったら、まあついていくしかないかなと、っていうことです。頑張ります。応援してくれる？うん。いいの？はいはいはい。2人目の理由は夢についていくしかないという感情。ケースその3、融資のお客さん。実は彼女、もしかしてまたこのためにこっちに帰国してくれた？あ、そうだよ。ありがとう。そう、3ヶ月前遠くからありがとうございます。カリフォルニアから、カリフォルニア、アメリカから。僕のことを SNS で知ってくれて、でそこから来て、応援してくれてるって感じです。今日何回目なんですか？じゃあ何回か来てるんですか？今日で3回目ですね。3回目。はい。いやー、本当あともう数時間後に結果が出るから本当にね。あ、その理由はあんまりそうだ、聞いたことなかったね。まあそう思ってくれてみたいだね。ローランドグループを日本一にしたいっていうのは言ってくれてるから。もう女の子がなんで大金使うか分かんないみたいな質問をさ、やっぱインタビューされたりとかして、やっぱこう何かを頑張ってる人を応援するとかって楽しいことだと俺は思ってるし、応援される対象でいたいなと思ってずっと今までやってるから、やっぱそうやって言ってくれるのはすごい嬉しいよ。そうなんですよ、気合が違うんですよ。気合が違う。ありがとう。そしてこの1年、融資を指名し続けた別のお客さんから貴重な証言が取れた。
さんにおいくら使ってるんですか？今日で1000万超えました。どういうきっかけでゆりさんを知ったんですか？ゆりさんはインスタライブと YouTube の配信、あ、ロックシーンではもともとしてたんですけど、いやでもめっちゃ可愛いやんで、1000万使うもんですか？まあうまかったんですね、融資が。こちらのお客さん、以前店内で泣き崩れていた。それは融資がトップ争いに敗れた日のこと。お金の敗北だった。バカ、謝んないで。ありがとう、マジありがとう。頑張るわ、来月。大丈夫、今年勝つから大丈夫。まあ1000万弱を使ってるじゃないですか。何を返してもらったんですか？私的にはですけど、お客さんっていう感じじゃないというか、ユーシさん置いといて、今まで、まあ、いわゆるファンとして貢いだお金っておくらなんですか？でも全然ユーシに比べたら全然、そんなジャニーズだと100万ぐらいです。そのライブとか遠征費とかで、ユーチューバーだとチェキ会とかなんで。アイドルとかは何かフォーカスしてるとか、何かしてあるんですか？アイドルより安い、それはもう価値観の違いとしか言えなかった。その頃VIPルームでは規格外のお金が動こうとしていた。でも初めてさ、あの1億のさ、あのあれ見た。ああ、しかも重い。それも銀行員の人がこんななってるんですって言いながら持ってきて、ずっとこれあれシュリンクって言うんですね。ああ、あシュリンクって言うんだ。日銀から持ってくるときにあの状態で持ってくるの。なるほどね。なんかその1億のパッケージを初めて見たから私も感動しちゃった。次回、来店して福田さんに会うのが本当に楽しみでした。ありがとう。いや、本当に帰ってないです。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。歌舞伎町の伝説がまた塗り替わる。椿は分かんないですけど、後で話したいって言われたんで。まあ、やめさせないですけどね。ちょっとね。はい。走り切る途中ぐらいで疲れたなと思って。ああ、奥越ホストにローランド魂の説得。だから、まあ、オーナーとしてはもちろん残ってくれた利益だから嬉しいよ。でもオーナーとしてじゃなくて友人として話すな。まず